皆さん、こんにちは、トレンドリアです。気がつけば、もう7月、暑い日も続き、一気に夏が来た。という感じですよね。そこで今回は、7月の韓国どうやって過ごすについてご紹介します。7月の韓国ってどんな天気いや今話題の愛の虫についてご紹介します。これを見て、韓国での夏も楽しめる、韓国在住経験のある人だから、わかる情報もたくさん詰まっているので、 ぜひチェックしてください。それでは、早速見ていきましょう。7月の韓国の気温は、平均35度を超える日も多く、熱中症にも注意が必要です。また韓国も、湿度が高いため、ジメジメする日も多いです。韓国では、ハンディ扇風機を持ったり、日傘を持っている人も多いので、韓国に行く際には持参していくことをお勧めします。夕方には、予想されない急な雨が降る日も多いので、 折りたたみ傘も持っていると安心です。7月前半は特にまだまだ梅雨時期なので、天気予報をチェックしたり、濡れても大丈夫な靴、またはサンダルで行くようにしましょう。雨が降っていると、バスやタクシーなどの交通機関の乱れや混雑も予想できるので、早めに行動するとグッドです。特に雨の日のバスは、本当にたくさんの人が利用し、車内は、ぎゅうぎゅうなこともある、あるです。女性の方は特に、 ロングスカートの裾が汚れてしまうことがあるので、白など汚れが目立つ服装は避けた方が良さそうです。そして、雨の影響で道路も混雑し、雨の日は時間通りに運行していないことも、韓国では当たり前なので、バスが来なくても気長に待ちましょう。夜は日中に比べて、涼しい日も多いので、心配る人は薄手のカーディガンなどを持っていると安心です。また、最近ではラブバグという虫が大量に発生していると、 話題になっていますよね。ラブバグって何って思う人が大半だと思うので、簡単に説明していきます。ラブバグとは、オスとメスが一対になっている姿が多く観察されることから、愛の虫という意味で、ラブバグ呼ばれているそうで、在来種の毛エの仲間なんだそうです。一時期話題になり、今でも問題視されているとこチラミのように、特性はなく、人に害を与える虫ではないようですが、今年は特に、 猛暑があまりにも早く訪れた影響により、亜熱帯気候で生作するラブバグが、韓国で急激に増えたみたいです。殺虫剤などで対策すれば、問題ないのではと思われますが、実は、殺虫剤での対策はむしろ逆効果で、ラブバグの天敵である虫も、一緒に駆除することになってしまうため、かえってラブバグが大量発生する原因になってしまうみたい。ソウルでは、大量発生中のラブバグを、 散水車で水をまき退治を行う予定だそうです。人に害を与えないとはいえ、虫が苦手な人も多いですよね。韓国に行くときに、どのようにラブバグ対策をすればいいのか、簡単にできる対策を伝授しちゃいます。まず、大人より子供に寄っていく習性があるみたいです。小さい子と一緒に韓国に行く予定のある方は、特に注意が必要です。また、なるべく白などの明るい服を避けること。 ラブバグは明るい服に寄っていく習性もあるのでできるだけ黒などの暗い服を着ることで寄ってきにくくなるそうです。ただ、この夏の時期に黒などの服は暑いのでしっかり水分補給をしたり日傘などで熱中症対策も忘れずにするようにしましょう。韓国では日本に比べてそこら中にたくさんのコーヒーショップがあります。街中でもコーヒーやジュースなどの入ったプラスチック容器を片手に歩いている人もたくさん見かけます。 急に喉が渇いても近くのコーヒーショップに行けば、手軽にドリンクを注文できて本当に便利なのですが、そこには意外な落とし穴があって、まず、韓国に行ったら、やはりアパレルショップ巡りをする人も多いと思いますが、店内に持ち込みができないお店もあるので、注意が必要です。店内にドリンクの持ち込みが禁止されているお店では、入り口のところにドリンクホルダーが置かれているので、そこに置いてから入店するようにしましょう。ただし、 ここでも注意が必要で、みんな同じカフェで購入していたり、韓国人のほとんどの人が、アイスアメリカーノを注文することが多いので、自分の置いた場所を必ず忘れないようにしましょう。そして、もう一つの落とし穴は、街中にゴミ箱がないこと。韓国には、ほとんど街中にゴミ箱が設置されていないので、飲み終わってもすぐに捨てることができないです。カフェ店内で飲まず、 テイクアウトをした場合は、飲み終わったプラスチック容器を持ち歩く覚悟で購入するようにしましょう。いかがでしたか今回は、7月の韓国どうやって過ごすについてご紹介しました。韓国の天気や最近話題のラブバグそして、便利なコーヒーショップと、その落とし穴についてもご紹介しました。近年、暑くなるのが早く、そして秋も夏のように暑く、四季がほとんど感じられないと言われていますが、 韓国でも夏が長く、異常気象で、ゲリラ豪雨で、公共交通機関にも影響が出ることもあります。天気予報のチェックは必ずして暑さ対策もしっかりして、7月の韓国を楽しみましょう。ちなみに、韓国人からの情報によると、紫外線は日本の方が圧倒的に強いらしい。韓国人って肌が白くて羨ましい、と思ったことのある人もいますよね。韓国よりも、 日本の方が紫外線が強くないからなのか、と思うかもしれませんがきっと、その他にも理由があるはずです。トレンドリアでは、韓国人オンリーがおすすめする、韓国で人気の紫外線対策についてもご紹介する予定です。ぜひ、チャンネル登録をして待っていてくださいね。